はい、どうも、ウド音楽事務所です。今回はですね、舞台制作の裏側、関係者だからこそ知るアーティストの話を深掘りしていきたいと思います。今回ゲストには弊社の半世紀以上にわたって、舞台制作に携わっている、石谷顧問にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。では早速ですが、いろいろと、質問をさせてください。まあ、60年代後半から、まあ、海外アーティストが、次々と来日するようになりましたけども、まあ、当時はやっぱり今みたいにその、まあ、音響とか、まあ、照明のシステムが、まあ、海外の方がすごくやっぱ進んでいたと思いますので、まあ、日本だとやっぱりまだ黎明期ということで、まあ、その遅れがあったと思うんですけど、まあ、海外の基準のものを、まあ、日本に持ってきたりとか、まあ、日本で扱うっていうことに関して、まあ、大変だったこととかっていうのはありますか？まあ、今言われたように、はい、まあ、始まったばっかりで、何もなかったですね。まず舞台も、まあ、劇場に関しては舞台ありましたけど、例えば武道館とか体育館とか、はい、そういうものは舞台そのものを作らなきゃいけなかったし、その舞台を作るといっても、まあ、素材の問題もありますし、はいはい、いわゆる一からやらなきゃいけなかったですね。だからその当時は音楽をやるような会場がそもそもなかったっていうことですよね。音楽を目的として作られた会場がなかったっていうことですよね。なんか会場に例えばこういうことやりますので貸してくださいみたいな説得するのもすごく大変だったんじゃないかなと思うんですけども、まあ我が社は1972年から、はい、いわゆるロックというのを始めたんですけれど、当時はやっぱりロックが認められてない時代なので、例えば武道館さんにしてもいろんな危ないことがあるんじゃないかっていうことで、はい、それを安全にやりますよっていう説明から、しなければいけないんです。まあ、こちらとしてはその外国で始まったそのロックの良さっていうのをね、それを日本の皆さんにも見てもらいたかったし、はいはい、それを向こうと同等のものをなんとか表現したかったんです。ですから、まあ、舞台、おっしゃったように舞台はじめ音響照明、その他のもの、向こうのものと同等のものができるようなことを考えなきゃいけなかったですね。なんか説得するにあたって、例えば今だったら、まあ、インターネットで動画見せたりとかできますけど、うん、当時はどういうふうにそのコンサートの内容とかアーティストのことを説明していたんですか？まあ、熱く語るしかない、ね、なるほど、まあ、コンピューターもない時代ですから。そうですよね、はい、また別の話なんですけど、機材に関しては、やっぱりその、まあ、当時例えば音響システムなんかもすごくやっぱり発達し始めてる頃で、なかなかそのいい音でコンサートっていうのができなかったと思うんですけども、その辺はどういうふうに解決していたんですか？特にロックはまず第一にはいい音っていう前にはよりもとにかくロックに耐えうる、はい、大きい音、大きい音を出して迫力ある音を出して、そういうところから発展してきましたね。PA のシステムっていうのは当時は今とどう違うんですか？もちろん性能は、簡単に言うと性能違いますけれど、はい、ロックの発展とともにその PA の照明も発展してきました。当初はね、やっぱり日本でないから、アメリカなりから持ってきてもらうと、それを見てはこういうのをやっていかなきゃいけないなっていうのを、はい、国内の会社に協力をいただいて、はいはいはい、なるほど、その海外のコンサートに携わった人たちが、海外にこんな進んでる機材があるんだっていうことで、まあ、それを、そうですね、まあ、買ったりとか真似したりとかして、
まあ、日本の、まあ、コンサート事情っていうのが、うん、まあ、比例するように発展していったっていう。そうですね、日本のメーカーさんにも話をして、うん、こういう方面で開発していただけないかと。あ、うん、実際に作ってもらったことですか。そうですね、こういう風に作ってくれるみたいな、うん、それからあのアーティストが来て実際にコンサートをします、そういうのにも来ていただいて、はいはいはい、うん、コンサートっていうのはこういうもんですよ、こういうのをやりたいんですっていうのを実際にメーカーの人にも見てもらい、それで開発して、照明なんかはどうでした当時は。照明も当時はね、まあ、はっきり言って何もないんで、撮影所あるいはスタジオで使うような照明機材、はいはい、それを手動でこうつけたり消したりっていう。手動で、うん、じゃあその本当にそのステージを明るくするっていうだけで、あんまりその演出効果としての意味はなかったってことですね。あんまりなかったですね、はい、そういうのだんだんとその、うん、まあ、機材が発達して演出に使われるなと思うんですけど、うん、そういうのって具体的に何のアーティストからそうだったとか、いつぐらいからなんでしょうか。いや、もう最初からです。当社がやったのは、はい、クリーデンス CCR、はいはいはい、クリーデンスクリアモーター、はいはいはい、これはあの向こうから持ってきてもらって、はいはい、それ以降ですね、あの日本の会社が徐々に、うん、当時なんか思い出に残っているそのコンサートとかっていうのがありますか。まあ、だから一番最初にびっくりしたのはあの CCR で音響装置を含めて機材を持ってきた、はいはいはい、でそれ以前はね、あの例えばビートルズだとかモンキーズとか、はい、そういうのが武道館で得られましたけれども、はいはいはい、当時はあのモンキーズに、特にモンキーズみたいな選挙の中で使うあのいわゆる覚醒装置、トランペットスピーカー、あれを持ってやってたんです。それでコンサートやったんですか。そうです。じゃ結構音ちっちゃいんじゃないですか、武道館で。ちっちゃいというか、あのキンキン声の、はい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 、音ですね。それ以外で言うと、あとはあの劇場なんかで使うコラム式のスピーカー、はい、それを持ち込んでやってましたから、到底あの武道館みたいな大きいところでやれるようなものじゃなかったですね。今だったらステージの両脇になんかスピーカーがつってたりしますよね、うん、そうですね。まあ、つるようになったのはずっと何十年も後の話です。ともかくその CCR っていうのがきっかけで、はい、そのスピーカーにたくさんスピーカーをいっぱい横に置くっていうスタイルでやりました、はいはいはい、その後のレッド・ツェッペリンとかどうでした。ツェッペリンの時は、JBL が発達したんで、はいはい、JBL のスピーカーを3つ、片側3つか4つぐらい置いてやる、その程度でした。でもそういうのは結構大きい音が当時は出てた、うん、まあまあですね、まあまあ、まあまあ、それでも当時はまあロックだなと思って。ああ、今その当時の音聞いたら相当ちっちゃいですね。ちっちゃいし音は割れるし、はいはい、その程度。下にこのままその時はそのこの程度かっていう感じだったんです。そのあ頑張ったな。いや、その当時は頑張った。おすごいすごいみたいな、うん、なるほどなるほど。でも今やっぱり思い出すとそれはしょぼいな。それは40年前。なるほどなるほど。そうですね、そうですね。僕なんかあの他の社員の方に聞いたんですけども、なんか石谷さんの伝説みたいな話で、武道館に穴を開けたっていう話があるんですけど、これは本当ですか。いや、ロックコンサートをやるのに、はい、あの照明とか、はいはい、マックとかいろんなものを釣らなきゃいけないんですけど、はい、そういう設備がない、それから適切な場所にそういうものがない場合は、はいはい、仮設でこうものを釣らなきゃいけないんです。あ、なるほど。なんで例えば武道館なんかですと、場内は照らす照明があるんですけど、そういう照明の
あの球を外して、そこからあのワイヤーで持って釣ると。なるほど、なるほど。それからあの名古屋の外資ホール、はいはいはい、それから大阪城ホール、はいはい、これらには新しく穴を開けてもらった。いや、それ下に顧問が、うん、穴を開けてくださいって言ったんですか。そうです。あ、それからでも今普通ですよね。よく上見たら天井からいろんなものが釣ってますもんね、コンサートで。だからその当時の名残です。なるほど、だからこういうこと普通だからやってくれってことですね、今は。今はできるようになりましたけど。なるほど、当時はちょっとそれが珍しいから、うん、前下に顧問がやってくれと。穴開けてもらいます。ね、すごいですね、それ。当時はあの頑張って設計事務所行って重量計算していただいて、はいはいはい、で設計が OK だから会場管理者にもぜひお願いします。それどんな反応でした最初は。いや、何言われてるか分かんない。あと NHK ホールもそうでした、ね、あ、 NHK ホールも穴開けたんですか。穴開けた。で今石谷顧問が開けた穴っていうのが今で残ってる。残ってます。でもしあのお客さん、あのコンサート会場に行って天井を見て穴開いたら、それは石谷顧問が開けた穴。うん、紅白で使ってます。あの音響とか照明とは別なんですけども、あのパイロ、火薬、その演出についてはどうですか。パイロは初めてやったのはやっぱりキスですね。はいはいはい、うん、キスの初来日。キスでそのパイロやるってこう連絡が来て、はい、まあ、いろんな資料もいただいたんだけど、はいはい、そもそもパイロってなんだか分かんなかったですね。名前が当時その日本で行われた、はい、例えば邦楽のコンサートなんかでも使われたことがなかった、うん、ないでしょ。じゃあ日本で初めてパイロが使われたコンサートっていうのがキスだった。そうです。でもそしたら当時なんか相当、なんでそんな危険なものを使うんだっていう反発が当時ありましたよね。そうです。あの原則そういう裸火や危険物はそういう屋内で使うのは禁止ですよ。そうですよね、はい、それはね、あの会場のルールじゃなくて消防で、あれですよね、消防法ですよね、うん、はいはいはい、原則禁止、はいはいはい、それを許可を得るためにどういうふうに説得したんですか。まあ、説得するしかないんですよ、はいはい、うん、それで、例えばあの過去にそういうあのものがなかったかっていう演芸でね、うん、コンサートではなくていわゆる手品かなんかで、あ、はいはい、あのフラッシュペーパーっていうのを使うとパッと火がつく、はい、そういうものとか火吹きとか、はいはい、それからハワイアンかなんかのショーでは松明に火つけるような、あ、なるほど、そういうものがあったんで、はいはい、それをこう持ち出して、はい、手品でもこういうことがあるでしょ。なるほど、なるほど、人前がこういうことありますよ。はい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 、はい、それをコンサートでやるんですよ。あ、なるほど、やりたいんです、はいはい、まあ一律禁止っていうわけでもないんです。あの演出上必要であればそれを認める、そういうあれもあるんです、はいはい、ルールの中に、はい、それをだから禁止行為解除願い、うんうん、願い書っていうのがあるんで、それを認めてもらうと。なるほど、うん、その努力をする、はいはい、だからそのそのやり取り次第なんですよね。いかに安全にやれるかのその説明してくれと、はいはい、いうのをあって、それを熱く説明して、はい、それでやらせてもらって、当時の火薬の量なんかは今と比べてやっぱり少ないんですか。例えば撮影かなんかの戦争映画とかいろんな、あ、なるほど、撮影があるんで、はいはい、まあ、最も屋外のルールですけれども何グラムまで OK とか、そういうルール。
大学だからその時火薬 の, そういう法律を勉強しました。あ、なるほど。やっぱ海外の方がその辺は緩いというか寛容ですよね。海外も同じような法律あるんですけど、はい、やっぱり向こうはエンターテインメントは非常に強いっていうか開けてるんで、はいはい、やっぱりやれることが大きいですね。やっぱその例えばキスなんかにしても海外の方が火薬の量がすごいと思うので、うん、それをそのまま日本で再現するっていうのはやっぱ難しいわけですね。難しかったですね。最初に来日した時大阪の万博ホールっていうところでリハーサルをやって、はいはい、その時にそのパイロン実験っていうかな、はいはい、消防に見てもらうとか立ち合いでチェックしてもらう。それで実際どんなものか見てもらって了解を得たと。で当時は私たちが呼んだわけじゃないんですけど公安の方も来られて、あ、じゃあ本当に危険なことをするんじゃないかっていう、やっぱ怪しまられてたんですかね。怪しまっていうか爆発物っていうふうな捉えられ方したんだ。それらをいかに安全にできるんですよっていうのを説明して、できるだけたくさんこうやらせてもらうと。まあ、キッスなりそのやっぱ海外アーティストが、まあ、考えた演出っていうのを日本では再現してあげて、うん、まあ、それを、まあ、真似する国内のアーティストも出てきたっていう、うん、やっぱりね、考えることがロックの演出をするのにね、いろんなことをやってくれるわけですよ、こう新しいことも含めて、はい、だからやっぱり国内ものアーティストたちもやっぱり見てて、わあいいねと、うん、でお客さんがいいねと思えばみんなやりたいですけど、うん、なるほど。そのやっぱ国内のアーティストに影響を与えた。そうですね。で逆になんか石谷顧問が、まあ、50年以上、うん、舞台制作でやられていて一番なんか大変だったツアーっていうのはありますか？機材の量が多かったのは、はい、ストーンズ、ローリングストーンズ。